皆様おはようございます。さくらブックマークスのひろみです。今回はコメントでご質問の多いカリグラフィーペンについて、私が最近使っている道具や使い方で気をつけていることなどお話ししていきます。どうぞ最後までお楽しみください。はい、ということで今回は私が毎月バレットジャーナルのセットアップでいつも使っているこのカリグラフィーペンについてご質問が増えてきましたので、使っている道具や使い方についてお話ししていきたいと思います。目次を用意しておきますので、見たいところからチェックしていってください。まずは道具から紹介していきます。それでは使っている道具ですが、これは最新情報になります。スピードボール社の軸に立川ピン製作所さんの日光 G ペンを使ってます。で、もともとはスピードボール社のペンセットに入っているペン先を使ってたんですけど、ペン先を変えた理由はこのね、相性があるみたいなんですけど、私の場合ちょっとペン先が柔らかくて、上に向かって書くときになんかピシャってこうペン先がなっちゃう時があって、もう少しこうスムーズにペン先が動くものがいいなと思って、一番初めに試したのがこのゼブラさんの漫画用の G ペンなんですけど、こっちの方が書きやすかったんですけど、問題があって、このペン先をこのスピードボール社の軸に入れるとここのカーブが合わなくて、くる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 ね、回っちゃうんですよ。それで練り消しをね、こうちっちゃく取って、こういう感じでくっつけて、こうやってむにゅっと入れていくっていうのをやってで使ってたんですけど、これはね、多分やっちゃいけないことなんですよ。抜くとベタベタがすっごく取りづらくて、しかもインクもついちゃったりするので洗いづらくて、すぐねなんか錆びたりなんか汚くなっちゃって、とてもね紹介できなかったんですね。でもこんなもんなのかなと思って使ってたんですけど、白ペン特集の時に立川さんが2部作っている会社ということを知って買ってみたら、この日光の G ペンだとスピードボール社のここのカーブにはしっかりはまるので、やっと合うペン先が見つかったっていう感じでこの動画を作ることにしました。試してみたのはここ 1,2 週間なんですけど、今後はこの立川さんの日光の G ペンを使っていこうと思ってます。で、まあ、カリグラフィーの軸はたくさん種類があるみたいなので、もっと高いものだとどんな2部のカーブにも合わせて調整できる軸もあるみたいです。ただ私の場合何本も軸を買ってですね、いろんな色のインクでこうその場で描けるようにしてるので、このスピードボール社のここのカーブに合うものがあればいいなと思って探してたっていう感じです。とりあえずこれから始めたいっていう方はこのスピードボール社のセットを買えば、まあ、いろんなペン先が入ってるのでおすすめなんですけど、私が今使ってるものを参考に始めたいという方はこの軸だけで Amazon で500円弱ぐらいで売ってるので、これと立川さんの日光の G ペン、これが800円ぐらいなので、これで始めるのもいいかなと思います。続いて紙についてはお好きなものを使っていきましょうという感じなんですが、割と2、300円とかで買えるノートだと裏抜けすることが多いと思います。一番安いものだとこの前ダイソーで購入したエンボスペーパーが裏抜けもしないし書きやすかったのでおすすめですが、これでも20枚入りなので、あとはその辺の文房具屋さんでも購入しやすいものだと MD ペーパーを使っている、こういう MD ペーパーパッドとかノートですね、 MD ノートが割と購入もしやすくて裏抜けもしづらくて書きやすいと思います。その他は私がノート会でおすすめしているノートとか紙会に出てきた紙などを参考にしてください。それでは文字を書きながらお話ししていきましょう。ではこの日光 G ペンをつけていきます。結構差し込むのが硬いのとペン先が薄くて痛いので、こういうティッシュとか使って差し込んでます。インクはハイカラインキ使っていきます。インクもね、カリグラフィーにおすすめのインクとかもあるみたいなので、ちょっとその辺はネットで検索していろいろ使ってみてください。それでは早速書いていくんですけど、これね、いきなりつけるとどのペン先でもそうなんですけど、インクが全然つかなくてすぐ書けなくなります。これホコロとかね、使ってみたことある人も経験したと思うんですけど、こういうつけペンのペン先って油でコーティングされてるので
つるつるね滑っちゃうんですよ。なのでキッチンペーパーとかですごくこするとかもありなんですけど、アルコールエタノールとかで最初新しいペン先を使うときは拭いてあげると余計な油が取れてインクがつきやすくなります。これはねこの付け爪についてるアルコールなんですけど何でも大丈夫です。ただ除菌用のウェットティッシュだとアルコール成分が少ないので、なんか台所用とかでキッチン用に除菌のアルコールの強いもの使ってたらそっちの方がいいと思います。こんな感じで拭いてあげるとインクが乗りやすくなります。それでもちょっとまだ弾いてるんですけど、まあまあまあ使いながらやっていきましょう。インクはつけすぎてもちょっと濃すぎる感じになるので、ちょっと縁に触って取れるぐらいで使ってます。ただここの窓にインクが張ってない状態だとすぐに書けなくなっちゃうので、こんな風にここの窓はインクが張ってるのを目安に割とつけてます。来月の手帳で使えるように書いてみたんですが、こんな感じですね。これペンの仕組みとして斜めになってるので、こうまっすぐ上から力をかけても斜めの線が書きやすくなってるんですね。もう一つこういうストレートタイプの軸もあるので、ブロック体を書きたいっていう方だったらこっちのまっすぐの軸の方が書きやすいです。ただこれでもね筆記体別書けるので、これも好みはあるみたいですね。これでもっと斜めにして、あ、ちょっと、筆記体書くこともできるので、これじゃないと筆記体が書けないっていうわけではないです。で、私もペンを持ち帰るのがめんどくさいので、いつもバレットジャーナルの時割とこっちでそのまんまブロック体もこうやって書いてる、ちょっと字が曲がってますけど、こうやって書いてることが多いですね。で、これちょっとインクつけすぎちゃった例なんですけど、インクつけすぎるとこういう風に色が濃くなります。で、書き方のコツとしてはペン先がこう開くことによって太い線が書けるので、太くしたいところを力を入れて書くと、ちょっとインク切れちゃったんですけど、太く書くことができます。逆に細くしたいところは力を抜いて書くっていう感じですね。あとペン先がこういう形をしてるので、ボールペンみたいに紙に対して立てて書くとすごく書きづらいし、ペン先がさっきみたいにしっかりこう割れてくれないです。なのでできるだけ紙に対してこう斜めに当たるようにすると、上から力をグッと入れた時にペン先が開きやすくなってくれます。なので結構私も書いてる時はこの角度すごく気にして書いてます。角度を斜めにしてあげると上にこう持ち上げてあげる時もスムーズにいくんですね。立てて書いちゃうと上に行く時にすごいガクガクガクってなりやすいので、できるだけこのペン先は寝かせてあげた方がこう上にスライドさせやすいですっていうところですかね。あといつもこのバレットジャーナルの動画の編集をしてる時に、文字を書いてる時も8から24倍速とかで編集してるので、あんまりこうちょこまかちょこまか動いちゃうとすごいうるさい感じになるので、文字を1回で書き切ってる感じに編集してるんですね。なんですけど実際はインクが途中で切れちゃうので、途中途中でこうやってインクをつけて書いてます。例えばオクトーバーと書くとして、大きな文字書いたら私はもう毎回すぐにつけますね。すぐにつけて、ここぐらいで一回止めます。で、またつけて、ちょっと怖いなと思ったら文字の途中でもつけます。
こんな感じですね。なのでここで止めても大丈夫そうだなっていうところまで行ってペンを離すっていう感じですね。今ちょっとここを書いた時にインクの色が結構薄くなったので、あ、やばいと思ってつけましたで、予期せぬところでさっきみたいにこうやって途中でインクが切れちゃうこともあるので、そういう時こうやって塗ってます塗ってるところを動画で残してる時もあるし、残してない時もあるって感じですね。まあめったにないんですけど、たまにこういうこともあります。これはおろしたてのペンの時にやっぱりちょっと起きやすいですね、という感じです。で、この文字についてはどうやって書いたらいいかなとか、どんな風に書こうかなっていうのはもう初めのうち全然わからないと思うので、ネットで画像検索で、例えばオクトーバー、みんなどんな感じで書いてるんだろうと思ったらオクトーバーってスペル入れて、筆記体とかカリグラフィーと検索するとたくさん画像検索ができるので、そうやって調べていくといいと思います。カリグラフィーもカタカナでカリグラフィーって書いたり、英語でカリグラフィーって書いたりですね。私はバレットジャーナルを始めたきっかけがアマンダさんの動画だったので、かなりアマンダさんのカリグラフィーの動画は見ました。それこそ動画止めてスクショしたりとか。この B に関しても私の時代の中学で習った B ってこうだったんですよ。これ何みたいなえ、これが B なのみたいな感じで、よくわからないことが本当に多くて、アマンダさんだけに限らず他の海外の YouTuber の方の動画はかなり見ましたね。もうちょっと名前は覚えてないんですけど、いろんな人がどうやって文字を書いてるのかについては画像検索なり動画検索なりは結構しました。で、まあそれが今時なんだろうなみたいな結構ね、調べてると謎は多いです。 L とか書くのもこうただ書くんじゃなくて、こうちょっとくねって曲げてからこう書くとかもうなんでそうしてるのかとかを説明してくれてる方がいないので、もう全然わからないんですけど、多分もうそういうものなんだなと思って見た目もなんかいい気がするみたいな感じで、 H とか書くときもこう書くんじゃなくて、なんかちょっとくねって曲げてからこう書くとか、多分こういうスペースの問題とかデザイン的なものだと思うんですけど、ちょっと私もよくわからないんですけど、もうその辺はそういうものなんだなと思ってもう真似していくっていう感じでやってますね。で、古くからあるカリグラフィー、こういう斜めの線で練習のフォーマットがあって、ここにこう文字を整えて書いていくやつ整えて書いていくものがあるんですけど、私が書いてるのはモダンカリグラフィーと言われているもので、モダンカリグラフィーといえば何でもありだなっていう認識で書いてます。だからたまに筆記体の中に筆記体じゃないものがちょっと入ってたりとか、あと伝統的なカリグラフィーだと全部こう斜めに整列されたように整っていないといけないとか、いろいろルールがあるみたいなんですけど、モダンカリグラフィーはこうまっすぐ、完全にまっすぐじゃなくてもっと字が踊ってたりとか、なんか自由とにかく自由な感じで書いてます。だからまずこうこんな風に書けるようになりたいっていう方を探すなり、まあ、その場その場でサンキューってどういう風にみんな書いてるのかなとか探して真似しながら自分の書きたい字を探していくといいと思います。で、このカリグラフィーペンですね、どうしても使った後洗わないといけないので、まあ面倒といえば面倒じゃないですか。そこでですね、文字を練習したいだけならこのトンボさんの筆の助しっかり仕立ておすすめします。このペン先がね、私が今まで使ってきた筆ペンとかの中で一番近いペン先だと思います。この筆ペンも筆圧特にかけないで書くとこんな感じの文字になるんですけど、グッとグッとかなり力を入れるとこれだけ太くなるので、同じような文字が書けるんですね。ちょっとバランスおかしくなったんですけど筆圧の練習だったらこの筆の助で十分だと思います。こうグッと力を
入れるとか。ただこのカリグラフィーペンを私が気に入った一番の理由って、このね、細さが出せることなんですよね。どうやってもこの筆ペンだと一番力を抜いた状態でもこれくらいまでしか細く描けないのが、カリグラフィーペンだと本当に尖ってるのでこんなに細く描けるんですよね。これがね、カリグラフィーペンを気に入ってる一番の理由です。あと筆ペンの方が若干難しい、この細いところのコントロールは、まあ、しっかり仕立てはそれでも描きやすいんですけど、 ABT とか本当の筆ペンだとかなり難しいですよね。一定にこんなに細く描けないので、その点カリグラフィーペンはもうただこう乗せとけば同じ太さの線が引けるので、細い線の表現はすごく楽にできると思います。その辺がまあ筆ペンとは違うところですね。あと思いっきり失敗してますけど、この筆ペンだと急に太くなるときにもうちょっと気を使ったコントロールが必要なんですよね。いきなりこれ太くなっちゃってるんですけど、もうちょっとソフトに力を入れていかないとガコってなっちゃうっていうのもねあるので、まあその辺のコントロールは必要なんですが、まあそれでもカリグラフィーペンちょっとインクつけるのが面倒っていう時には、この筆の助のしっかり仕立てはいい練習にはなると思います。あの力を入れるっていう練習ですね。で、筆記体描けませんっていう人は、あの全然ブロック体でもいいと思うので、この縦の線になった時に力を入れる。私全然筆ペン久々に触ってなんか下手くそなんですけどカリグラフィーペンに慣れちゃって、この辺の太さのコントロールも何気にカリグラフィーペンの方が簡単かもしれない。なんかもうすいません、カリグラフィーペンに慣れちゃって筆ペンが意外と下手になっていたうんね、カリグラフィーペンの方がね、なんとなく雰囲気よく描けますよおすすめです。ちょっと一回試しに使ってみるといいと思います。あのカリグラフィーペンの練習用に筆の助のしっかり仕立てがいいですよっておすすめしたかったんですけど、意外と私が下手だったっていうちょっとあまりよくわからない感じになってしまってすみません。まあ筆の助でうまく描けないっていう方もカリグラフィーペンだったらうまく描けるかもしれないです。まあ強弱をつけようと思いながらゆっくり描けば使えると思います。あとさっき話したペンと紙の角度ですね。全然日本語もバレットジャーナルで書いてますけど、何でも書けます。あの気軽にただのペンだと思って書けばいいと思いますっていう感じですかね。一応この元々ついてたスピードボールの2部でも書いてみましょう。これね、ペン先に筆でつけるのもなんかカリグラフィー界ではするそうです。もう私はちょっと極力洗い物を減らしたいので直接インクにつけてますけど、これもあのインクほこりが入るんじゃないかって気になる方は小瓶に移したりとか、あとこれ用の小さなポットとかも売ってるので、そういうのに移して書いてもいいと思います。小瓶といえばですね、コメントで教えてもらって、これちょっと話それるんですけど買ってみました。このタミヤの瓶、塗料とかを混ぜる用の瓶なんですけど、インク界隈ではかなりメジャーみたいです。これがね、税込み150円ぐらいで売ってて、今まで私プラチナさんの空き瓶買って使ってたんですけど、これよりもかなりちっちゃいんですよ。で、使いやすかったです。これ8月の時にミクサブルインクとラメの素を入れてこの2色を使ってたんですが、これはね、あのラメの素はラメの素で、あの毎回これヘラで底をねかき混ぜないと混ざらないので、このクレタケさんの空っぽカートリッジに入ってる鉄のボールですね、これを一つこの瓶の中に入れてシャカシャカ振って、あのラメの素とインクが混ざるようにしてます。一応この空っぽカートリッジの鉄の玉をラメの元に入れて長期間経過するとなんか錆びたりとかどうなるかわからないので、この大元のラメの元には入れてないです。ただこっちはあの1ヶ月とかで使い切りで捨てようと思ってるものなので、まあ多少何かあってもいいやっていう気持ちでこのボールを入れて振って使ってますね。これはね、
Amazon で買うと送料分もプラスされてるので1500円弱ぐらいで売ってます。6個入りセット。だいぶ余談が入りましたが、スピードボールので書いていきましょう。あと若干こうやって紙斜めにした方が書きやすいです。早速やりました。これはね、使ってるうちにあのインクの塗りは良くなります。でなんかライターで焼いた方がいいとかそういう話もあるみたいなんですけど、立川さんかな、どこかのメーカーであのライターで焼くのはしないでくださいという説明があって、最近はこのエタノールで拭くというのが主流のような、あんまりね詳しくはわからないんですけど、まあ、とにかくこう最初は弾くこともあるんですけど、使ってるうちにインクはつきやすくなるので気にせず使っていきましょう。このねスピードボールのニブの方が柔らかいので太さが出しやすいんですよね。ただ紙によって結構こうさっきもお話しした通り上に行く時にガカってなっちゃうんですよ。特にあの私ロイヒトトゥルム使っててなんか紙の表面が引っかかるんですよね。この MD ペーパー使ってる分にはそんなにないですね。あこういうことがね起きるんですよ。もうちょっとこまめに、ね、つけた方がいいですね。うん、でこんな感じですね。うん、だからこれはねニブと紙の相性とあとその人の書き心地の相性とかによると思います。なので全然あのこのスタートキットとしてスピードボール社のセット買うのはねおすすめです。さっき書いたこのオクトーバーの線と比べても縦の線がねこっちのスピードボール社の方が出てるでしょう。あの出しやすいんですよ。筆圧かけた時に柔らかいのですごくね開いてくれるんですよね。同じ太さでこの日光さんのペンでいけるかな。ちょっと真似して書いてみますね。書けないですね。うん、こんなに太くは書けない。そうね。やっぱりペンそれぞれ硬さがあるので限界はあります。私どっちが好きって言ったら書けた文字見るとスピードボール社の方が好きなのでスピードボール社のペン先を使っていい紙の方は。うん、スピードボール社おすすめですね。ちょっと下インクつけすぎちゃったんですけど比較するとこんな感じです。ついでなのでゼブラさんのニブでも書いてみましょうか。このペン先もちょっと下ろしたてで、あれまあとにかくあれですね、ペン先にうまくインクが乗ってない時にこんな風に失敗します。インクが全然乗せすぎちゃってうまくいかなかったんですけど、太さとしてはゼブラさんの G ペンと立川さんの日光 G ペン変わらないですね。ただこのスピードボールの2部だけ買う方法が私ちょっとよくわからなくて、なんかアマゾンだと4000円とかするんですよ。世界島に行くと売ってるのかもしれないんですけど、今のところこのスターターキットみたいなあのセットになってるもの以外でこの2部の買い方がちょっとよく分かりません。詳しい方よかったらコメント欄で教えてください。さすがに4000円はしないと思うんですよね。ただ基本的にカリグラフィーのペン先で1個何百円とかするのは当たり前みたいです。なのでこの日光 G ペンとかは10本入りで800円なのでコスパいいなと思って使ってます。
あと夏のバレットジャーナルの時に2色使いで遊んでたので少しグラデーションも書いてみたいと思います。今回はこのノスタルジックハニーを使っているので色味が合いそうな色しずくの竹林を合わせていきたいと思います。インクつけすぎた。乾いたらこんな感じになりました。ちょっとこういうところとか、あと少し触ってるところ、あと T の横の文字とか色が変化してる様子がわかるかと思います。ただグラデーションするときは隣の色にペン先が触れてしまうので、インク瓶から直接ではなくてなんかパレットに出すなり使い切りで小瓶に移すなりした方がいいですね。あと最後に失敗談なんですけど、カリグラフィーペン使った後に放置したりとか、水で洗った後に洗面所で放置したりしてるとすぐに錆びます。1日とかでも錆びるかもしれないです。でこれは私洗うのも特に調べずに知らなかったんですけど、歯ブラシとかでこのペンの隙間にもインクって入ってるので、なんかゴシゴシこう洗うみたいです。ちょっとやったことなくて本当にカリグラフィーのちょっと扱いがあんまり良くなかったので、まあ、とにかくこの動画を作るために知った知識としては、使った後はこれを一刻も早く水で水道を流しながらブラシでしっかり洗って、そのまま放置したらすぐに錆びてしまうので、洗った後はまたしっかり水気をティッシュなどで拭いて取ってくださいと。そうしたら長持ちしますという話でした。私はねそれをやってなかったので、今まで何本もペン先を錆びさせてきたんですけど、特にね洗えばいいと思ってたので洗面所でね洗ってコップの中に放置してたんですよね。ということで最近は私はこのペンを使い終わったらペン先を抜いて、いつも机に置いてあるウェットティッシュでペン先を拭くところまでをとりあえずするっていうのをしています。で席を立つタイミングで洗面所で洗ってそのままティッシュで拭いて終了っていう感じですね。これでねペン先悪くならなくなりましたそんな簡単なことなんですけど大事だなって思いました。もっとちゃんとするにはさっき言った通り使い古しの歯ブラシとかでしっかり洗った方がいいみたいです。特にこのタイプじゃなくて平べったいタイプのペン先の方はなんか奥まで洗わないといけない構造みたいで、ということで、まあ取り扱いについてはプロの方の書籍やサイトなどご参考にされることをお勧めします。ちょっと私は適当すぎるのであまり参考にならなくてすみません。まあこんな感じですかね。はい、ということで今回はカリグラフィーペンについて、私が最近使ってる道具や使い方のコツなどについてお話ししてきたんですが、まあ、少しでもご参考になるところがございましたら幸いです。まあ文字についてはね私もそんなに上手い方ではないのでちょっとよくわからないんですけど、書いてれば書いてるだけ上手くなるものだと思うので一緒に進歩していきましょう。ということでカリグラフィーの回でした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は私がいつも使っているカリグラフィーペンについていろいろとお話ししていきました。ちょっとインクの量がねやたら安定しなかったんですけど、新しいペン先を下ろした時はあんな感じに大体なります。何回か使って洗ってるうちに安定してくるのでそこは安心してください。いつもねああなるので撮影で使う時はできるだけ使い慣らしてる2分を使うようにしてます。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくらブックマークスのひろみでした。